はい、爆音遊戯を振り返る最後です。はい、最後はですねボリューム13ですね。ボリューム13は2004年の5月2日です。それでですね、これはですね、なんとですね、今まで高円寺は2万ボルトさんでずっとやったんですけど、ボリューム13は新宿に進出しました。じゃーん、新宿。新宿の、ドムさんですね。新宿のドムさん。今の新大久保にあるアースドムさんの、ま、前店舗っていうんですか、前身店舗っていうんですか、新宿のドムさんの1周年記念のイベントの中に組み込んでもらってたのかな、これ。1周年記念って書いて。高円寺にドムっていうスタジオあるじゃないですか。あそこ昔よく前のオーナーさんの時に使ってて、まあそういう関係もあったのかな。5月2日、ゴールデンウィーク、日曜日、とてもいい日をガスバーナーに与えてくれました。新宿のドムさん。それで対バンが、アウト・オブ・ザ・ホール、ハンマー、スクール、シェイクス、ラグポット、ザ・エンブレムスとなっております。もうアウト・オブ・ザ・ホールはもう何回目、6回目ぐらいかな、もう、多分6回目、7回目、まあ、6回目ぐらいかね。もう兄弟バンドなんで、もう一連卓勝っていうんですか、一連なんとかっていうやつでね、ずっと一緒です。ハンマーは99年のボリューム4ですね、以来だから5年ぶりか、5年ぶりにハンマー見せてもらいましたね、ハンマー。そして、スクール、3回目です、3回目の出演ですね。この頃はもう4人編成になってましたね、スクールは。うん、シェイクス。シェイクスは、ですね、前の荒長まないとの時にちょっと言わせたんですけど、シェイクスはミルクシェイカースが改名したのがシェイクスでしたね、確か。だから、ミルクシェイカース含めると、今回で3回目になりますね、宮古島の後輩のバンド。ダグポット、4回目ですね。ダグポットも結構出てもらってて、ダグポットにも結構出てもらってますね。そして、エンブレムスなんですけど、爆音遊戯初登場、エンブレムス、爆音遊戯初登場のエンブレムスは、パンクバンドですね。めちゃめちゃかっこいい。スリーピースだったかな、確か。スリーピースだったと思う。で、小野くんですね、小野くん、ギターボーカルの小野くんのバンド。で、小野くんは、オイスカルメイスのワサルくんの弟ですね。小野くんはですね、僕、高円寺に住んでる頃、近所だったんですよ。何で知り合ったかちょっと忘れたんですけど、で、近所ってことが分かって、よくうちに遊びに来てましたね、小野くん。で、小野くんからいろいろバンド教えてもらったような気がします。関西の方のグリフィンってバンド僕すっごい好きなんですけど、グリフィンは確か小野くんに教えてもらったような気がしますね。なんかいろいろ CD とか貸してもらったような気がするな、小野くんに。うん。小野くんね、エンブレムスは、その後、ベースメンズに名前変えたのかな？ベースメンズがエンブレムスになったのかな？ちょっと、前後がちょっとわかんないんですけど、めちゃめちゃかっこいい。小野くんの声がめちゃめちゃかっこいいんですよね。すごい、いい声してて。バンド名もかっこいいですね。エンブレムス。かっこよかった。かっこよかった、エンブレムスは。うん。まあ、覚えてることといえばですね、新宿ドムさんの楽屋が上にあったのか、ちょっと下にあったとしてもめちゃめちゃ狭かったのか、なんかね、その新宿のドムさん自体が箱ちっちゃかったんですよ。で、バンドもいっぱいいるじゃないですか。で、荷物もいっぱいあるじゃないですか。で、ガスバーナー最後じゃないですか。それで僕はもう荷物とか全部、楽屋に戻るのめんどくさいと思ったのか、ステージで持ち込んだんですね。もう楽器やら、機械やら。で、ライブ終わった後に、まあ、ステージの上で着替えたんですよ。まあ、着替えたっても T シャツ買えるぐらいなんですけど、で、ガスバーナーを見に来てくれた人にね、
あれはみっともないからやめた方がいいよ、ステージの上で聞かれるのって言われましたね。うん、確かにあれはみっともないって、でも、反省しましたね。うん、あれは良くない。だと覚えてるのは、なぜか知らないんですけど、僕この日はモヒカンで、ちゃんと立てて、ライブをやりました。エセパンクスですね。はい、これがボリューム13です。それでですね、ついに明日です。学校演技ボリューム14。場所をまた19年ぶりに高円寺に戻しまして、高円寺のクラブルーツさんの方でやらさせてもらいます。そして本当にありがたいことにチケットがソールドアウトになりました。本当ありがとうございます、皆さん。もうね、まさかね、ソールドアウトになればいいなぁと思ってたんですけど、なるとは思わなかったですね。はい、爆音遊戯を振り返るでした。ですね、最後までお付き合いください。ありがとうございました。ちょっとボリューム6をね、すっかり忘れてたということもありましたけど、無事、明日、ボリューム14までに振り返ることができました。ですね、本当ありがとうございます。最後までお付き合いください。本当にありがとうございました。それじゃあ、明日よろしくお願いします。失礼します。